はい、えー、マスダーです、えー。いきなり結果をご覧いただきましたが、えー、どうでしょうか、えー、結構そそられる描写ですよね、えー、すごい面白い描写でした、えー、特に後ろガウスですねまあこの辺りは、えー、後ほど解説します、えー、ということで、えー、今回のレンズ遊びは前回の続き、えー、キヤノンの FL50mmF1.8 を使って、えー、ダブルガウスを半分にするとガウスになるのか 前ガガウウススとと後ろででどんなな描写になるののかというテーマの続きです前回は本題に入る前というかその前にジャンクレンズだったのでカビまみれだったのでまずクリーニングそしてアトムレンズであるこの FL50mmF1.8 の放射線源の特定とその線量測定をやってみましたかなり本題からは離れちゃったんですがこのレンズならではのテーマでもあったのではっきりして良かったと思います ということで、レンズ見直してみます。いや、えー、綺麗になりました。前回のクリーニング前後の写真、もう一度ご覧いただきます。はい、えー。抜けが良くなって、もともと解像感が高い上に、シャープさも増してキレッキレになりました。まだちょい後玉にムラがあるんですが、まあ、強い逆光でもない限り大丈夫そうですね。 でタイトルにもある「ダブルガウス」ですが、えー、聞いたことがないいまいちよくわかんないっていう人のために、えー、ほんのちょっとですが解説しておきます、えー、昔々ですねドイツにガウスという先生が考え出したレンズパターンがありましたそれがガウスタイプですガウスという名前、まあ、聞いたことがある人は多いと思います例えば磁石の強さを数値化した単位で「なんとかガウス」っていうのを聞いたことがあるかもしれませんがそれもこの先生の名前です ピップエレキの箱に書いてあったりしましたね最近ではネオジム磁石が多くなって磁力が強くなってテスラ表示の方が多くなってる感じですけどねちなみにガウスとテスラの関係は1万ガウスイコール1テスラですテスラは電気技術者のニコラ・テスラの名前から来てます電気自動車のテスラもこのニコラ・テスラの名前をもらったものです 話がそれたんですがそのガウス先生が作ったパターンが凸のメニスカスプラス O のメニスカスをちょっと間を空けて並べたものですこのガウス先生がですね天文台の多さをやっていた時で望遠鏡の大物レンズとして考案されましたその頃はダブルメニスカス今ではダブレットと言った方がわかりやすいですが凹凸2枚を貼り合わせたものが主流となっていたようです 当時まあコーティングもなかったし貼り合わせた方が良かったんですかねただ貼り合わせた構成ではまだ補正が足りんということで2枚を貼り合わせを解いて改良したのが先ほどのガウスタイプこれが年のことです。その後ですねアメリカのクラークという人がこの構成を2つ向かい合わせにしてみたらポートレートにめっちゃいいじゃんっていうことを発見して特許を出したのが1888年。 これがダブルガウスの元祖ですね。シンプルなガウス構成から70年経ってます。レンズを向かい合わせにすると収差が相殺されて画質が良くなるんですね。最もそんな向かい合わせにして収差を打ち消し合うというアイデアは、1841年にすでにダビッドソンが先ほどのダブルメニスカスを使った向かい合わせでやっています。まあ、その後はまあ対称型か、そして非対称型のゾナーかなんていう競争があったりして、 えまあ、20世紀末の一眼レフの 50mm ではほとんどこのダブルガウスタイプを採用してましたねでダブルガウスタイプのいいところは大雑把に言えば対称型になってるんで、えー、Y 極周差が相殺されて歪みが少なくなるそして大口径にしやすいえまあ欠点としては、えー、コマ収差が残りやすいといとう点でしたダブルガウスを分割してガウスにしたらそのいいところの部分が逆に出てきてしまうと思うので、えー、Y 極周差 えー、そししててなどが一気に吹き出してくるとは思いますあそうそう、えー、このダブルガウスに関することですがネットだとニッコール千愛一夜の第37夜ダブルニッコール 3.5cmF2.5 の回がすごい面白いので、えー、一度読んでみることをおすすめします。これが前回ばらした、えー、FL50mm の前ガウスと後ろガウスの状態です。 前後をきれいにバラすことができたのでそれぞれを共同に戻して前ガウスのみそして後ろガウスのみで撮ってみようと思います、まあ、せっかく設計したレンズをこんな風に前後をバラバラにされたら、まあ、作ったもんからするとたまったもんじゃないかと思いますが、まあ、そのレンズがちまたにあふれてある意味これはお仕事が済んだレンズでもあるので使えるものは使っちゃいますということで片方だけだとどうなるか ダブルガウスなので基本的に前後ともそれぞれ大まかには凸レンズということになりますなので像は結ばせることができますただ2つで5 0ミ、mm、リだったわけで1つにするとパワーが分散されてピント位置が後ろに下がっちゃうことが予想されますとなるとその分現状以上にレンズを前に出さなくちゃピントが合わなくなっちゃいます えとなると問題はその量ですね。こればかりはまわからないので行き当たりばったりでの対応になります。えということでその行き当たりばったりに付き合ってくれる強い味方がこれです。いはいはいエクステンションチューブです。中間リングえ繰り出しのエクステですね。え今回え使ったのは中華製の格安リングです。 まあ中間リングといえば個々のリングにマウントが付いている印象だったんですがこいつは前後だけマウントが付いていてその中間には長さの違う筒が3個ネジを切って回してはめるっていうだけのシンプル構造ですまある意味あっけに取られるほどめちゃくちゃ合理的な作りです価格はですねこれは驚きなんですが1セット1000円ちょっとぐらいです安すぎる 安すすぎますね。僕はですねこれを E マウント用 F マウント用と2つ持ってるんですが筒の径、そしてネジ径が一緒なので前後取り替えればマウントアダプターにもなるし長さが足りなければもう片方のリングに使い回すこともできたりしますまあもちろん作りは正直ムムムなところもありますマウント部は安っぽさとちょっとガタがありますね まあ内面反差もちょっとねという感じのような処理なんですが、そこは深刻色無双で塗ってしまえば段違いに良くなります。もちろん、これには速攻塗りました。こういう器具を使うときには、まあこういったような手直しは必須ですね。まあこの辺は工夫次第でクオリティは望めると思います。あ、もちろんですね。全部電気接点などない完全なメカモノマニュアル専用です。 1>, 1セットで1番、2番、3番、3つのリングで長さ調整ができるので、組み合わせ次第で8パターンの長さ調整ができるようになっています。モノ、まあ、紹介はこのぐらいにして本題に戻ります。まず前ガウスからいきます。まず焦点距離、何ミリか気になるところですよね。およそ無限遠の実写で画角から調べたところ、焦点距離は約120ミリ相当となりました。 結構望遠になりますねでそのままではピントが合わないので入れる中間リングですが間に2番を入れて無限円が出ましたリングのみの全長としては約 29.5mm ですで気になる実写数枚ご覧入れますはいえー、大きくにじんでますね球面収差によるものだと思いますアップにしてみます ちゃんと改造はしているのはわかりますね。あと前ボケはめちゃくちゃ綺麗ですね。周囲は流れているのがわかります。一方ですね、Y 極周差の方はこの前ガウスではほとんど感じない程度です。次背景ボケを見てみます。はい。見事なほどのバブルボケです。色周差も加わってますね。使い方によっては面白い効果が得られるかもしれません。 ピント面はやはり9面収差によるにじみが大きいですね。ピント合わせはちょっと難儀します。もう一枚、はい。バブルが重なって不穏な雰囲気のボケになってます。なんかゴッホの筆のタッチのような、わらわらとした円の連なりですね。演出として効果的なほどで、使い方次第で面白い雰囲気を出してくれそうですね。次に後ろガウスです。 同じようにおよそ無限遠実写の画角で焦点距離を確かめたところこちらは約4 5ミリでした 50mm よりちょっと広くなるんですねで中間リングですが一番短い1番を間に入れて無限遠が出ましたリングのみの全長は2 2 5ミリほどですということで実写ですまず1枚。 周辺部の画質低下そして歪曲周差はかなりなもんですねただですねなんというか自然な滲みとボケっていうのはかなり美しくて好印象ですイメージショット、まあ、夢見心地な雰囲気として使いたくなってしまうような描写ですね次背景ボケがわかるような写真ですいボケは滲みつつ美しく溶けていきますね 周辺部特に前ぼけ側画面の左側ですねここは流れが見られますが画面の右側の背景とぼけていく中ではその流れは目立たないですねアップにしてみますにじみの中にはっきりとした線が見えてますしっかり改造はしてますねピント合わせは難しいですが今回も使いましたけど拡大ピント合わせで頑張ればなんとかなります次ちょい寄りですほい。 水槽越しに撮影したような雰囲気ですね。球面修差によるソフトフォーカス感は強めです。背景の起点は淡い角をですね、丸いハローで取り囲んだような面白い描写になってます。周辺部のボケを見てみると、高級色は少ないですね。前ボケの周辺部は流れてます。次よりです。はい。極上のソフトフォーカスですね。 鼻のにじみ具合とか、鼻の描写の美しいアウトフォーカスがやばいですね。これは使えますね。はい実写はこんな感じでした。特に後ろガウスの描写が面白いですね。前ガウスのバブルボケも結構楽しいですけどね。ちなみに事前テストの一部なんですが、タイルの壁を取るとこんな感じになってます。 歪曲周差に関しては後ろガウスの方がものすごい樽型が出てるのがわかります。周辺部の画質低下も結構大きいですね。増面湾曲も大きいように感じます。で一応オリジナルダブルガウス状態がこれです。組み立て直して撮りました。はい。歪曲周差はちょっとだけ残ってますが、絞り替え方で周辺光量落ちも少なくて、さすがオリジナルといった感じです。 というか、まあ、50mmF1.8 でこれっていうのは今でも十分通用するレベルに感じますね。ということで今回の感想なんですが後ろガウス、これが特に良かったですね。これは普通に使ってても面白いというか味のあるソフト描写でファインダーとかあとモニターに再現されているリアルタイムの描写を見ただけで懐かしさとともにファンタジックな気分にさせてくれました。 動画で使っても面白そうですね。はい。ということで今回はこれにて終わりとさせていただきます。なんか別の 50mm でもやってみたくなりましたね。ご視聴ありがとうございました。よろしければ制作の励みとなりますのでチャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。